映画、ホープワンホープワンは、南極半島先端のトリニテ半島に位置するワンで、ある。長さ5キロメートル、幅3キロメートルで、南極海峡に向かって開いている。1902年1月15日に、オットー・ノルデン・ショルドが率いるスウェーデンの探検隊によって発見された。ノルデン・ショルドは、船が氷に押し潰された、失われた後ここで過ごした冬を記念して命名した。 ノルデンショルドラはアルゼンチンのコルベットによって救助された。探検隊のメンバーによって作られた石の小屋の残骸が今でも残っている。1945年にイギリスの基地 D がここに作られた。1948年に一部が消失し、1964年に閉鎖された。1997年12月8日。 A 南極調査所は基地をウルグアイに譲渡した。ウルグアイはそこをテニエンテルーペとエリキリビューティウルグアイアンアンタークティックサイエンティフィックステーションと改名した。1952年にアルゼンチンの基地、エスペランサ基地が作られた。そこにはアルゼンチン陸軍が駐留し、その家族も住んでいる。1978年にはそこで南極では初めて人が生まれた。 ありがとうございます。